皆さんおはようございます。本日は早朝からでありますが、41名知事さん方ご本人出席をいただき本当にありがとうございます。まず会議全体のご挨拶に入ります前に、この度の梅雨前線による豪雨、こちらにより全国各地において大きな被害が出ておりまして、その意味ではこの度お亡くなりになられた皆様方のご冥福と、そしてご支払いをされた皆様方に対しての心からのお見舞いを申し上げたいと思います。全国知事会におきましても、私を本部長といたします緊急広域災害対策本部、今も立ち上げているところでありまして、被災県の知事さん方にはまずご尽力をいただくとともに、我々としてもしっかりとバックアップをさせていただきますので、何なりとお申し付けをいただければと思います。さて、いよいよ今日をもちまして、これまでの緊急事態宣言、あるいはまん延防止等重点措置、それが様変わりをすることとなります。いよいよオリンピック開幕が射程圏に入る中で、明日から東京都新たに緊急事態宣言、そして沖縄が引き続き、またまん延防止等重点措置につきましても、千葉、神奈川、埼玉、いわゆる東京圏、そして大阪府、こちらがそれぞれ延長となるところでありました。その期間も8月の22日ということで、オリンピックがすっぽりコロナ禍に入ってしまうところとなります。強い体制を持ってオリンピックを契機に感染が拡大をする、こうしたことを阻止をしていく政府の強い意思がここに表れているところでもあるわけであります。我々としてもしっかりとこうしたものに呼応し、また実際に協議を行う知事さん方については、協議を無観客にするのかしないのか、こうした点でも心を悩まされるところではありますが、しかしこうした点につきましても、それぞれの状況を踏まえられ適切なご判断をされているもの、とこのように考えるところであります。そこでオリンピックというだけではなくて、この度この期間というのは当然夏休み、あるいはお盆、これを控えることとなるわけでありまして、多くの国民の皆さん方が行き交う時期でもあります。また昨年の経験、これも生かす必要があるわけでありました。そうした意味では人流が増えることに対してその防御、我々もさまざまな対策をこれまで講じてきたところでありました。例えばクラスターを発生をさせない、今では抗原検査のキット、こうしたものも多くのところに配られることとなっておりますし、また複数の陽性患者の出た場合での全数検査、こうした点についても全国知事会からは強力に申し入れ、もう一歩のところを来ているところでありますが、保健所に極力負担をかけない、そうした意味でも例えば唾液による PCR 検査、こうしたものについてもいわゆる接触者であるかないか、そうしたことを問わず全数検査を速やかに行い、クラスターを封じ込んでいく、こうした意味での行政検査の対象を拡大をすること、これも引き続きしっかりと求めていくことができればと考えています。またデルタ株への置き換わり、これが大きく進んでいる、これによって再び全国でも5波、こうしたものが来るんではないか、これを何としても迎え撃たなければならない、そうした意味ではこれまで以上の強いスクリーニング検査、そして地方の衛生研究所の段階でしっかりと水際対策を行っていく、こうした点も大変重要となってまいります。また飲食店などでさまざまな例えば時短の要請などに従わない、こうしたお店も出てくる、こうしたところに対してやはりしっかりとガイドラインを守っていただく、あるいは QR コード、これを活用することによって同時刻そこで陽性者が出た場合に立ちどころに関係者に通知が行き、こうした皆さん方から申し出もいただく、こうしたシステムを導入した場合のやはりメリットシステム、こうしたものをしっかりと導入することによって多くの皆様方にご協力をいただく、こうした点も政府にしっかりと申し上げていく必要があるのではないか、このように思うところであります。その意味でもさまざまな対策、先立つものが必要となります。先般は河野地方税財政常任委員長さんに坂本大臣、あるいは自民党各方面に対して今留保されている2000億、その早期解除を求めていただいたところであり、これは全国知事会の総意でもあります。またさらには今大型の補正対策、こうしたものについても声が与党の中からも聞こえてきているところであります。そうした意味では市町村分も含め地方創生臨時交付金、新たな部分についてしっかりとこれも求めていく必要がある、
そのためには具体的な玉込め、これが重要となりますので、ここは河野委員長、また鈴木中央創生対策の本部長さん中心にしっかりと対策を進めていただきたいと思います。そして何よりも重要となるのは、菅総理が言われた10月から11月にかけて希望する全国民の皆さん方にワクチン接種、これを進めていくんだ、こうした点について職域接種、あるいは我々都道府県が行っていく大規模集団接種、こうしたものが大変多くのご理解をいただき、思った以上の進捗を進める、しかしそれがゆえにワクチン供給が途絶えるということも今起こっているところでありました。こうした点についてもさまざまな工夫、こうした点を国に対してもしっかりと申し上げる。例えばアストロゼネカ、薬事承認はいただいたわけでありますが、こうしたものについてもうすでに海外では他のワクチンとの混合の接種、つまり、合わせて接種というよりも1回目2回目ということなんですが、そうした場合により効果が担保される、こうした話も出てくるところでありますので、供給が足りないということであれば、こうした点についても我々はしっかりと求めていく必要がある、このように考えておりますので、今日のこの緊急対策会議、大変重要なものとなりますので、各知事さん方どうぞ前向きな、また創意工夫に富んだご提言をぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。何としてもこの第5波迎え撃たなければならない、そして止めなければならない、よろしくお願い申し上げたいと思います。